皆さんこんにちは。本日は6月30日。6月も最終日です。あっという間に半年終わっちゃったね、大河くん。2021年もあっという間。もう半分が過ぎてしまいました。大河くんは本日も安定のひづめポジション。ひづめを堪能するポジションです。もうだいぶひづめちっちゃくなったね。ちょっと見せてみて。ああ、怒るよね。うん。怒りますね、大河くん。昨日の夜はね、今年初めてかな、ゲリラ豪雨来ましたね、夜中に。夜中って言ってもそんな遅い時間じゃないか。9時ぐらいにザーッと来て。で、その後、少しおとなしくなって、収まって、またザーッと夜中、12時ぐらいだったかな、来て。で、その後は止んでましたね。今朝お散歩行けたんだよね、大河くん。行ってきたの？忘れちゃった？行ってきたんだろうな、きっと。頑張ってるもんね。お散歩ね、ウォーキング。全然痩せないね、大河くんね。あれから病院行ってないから、体重測ってないけど。全然痩せないね。ペットショップの、大河くんがよく行く、お洋服買いに行ったりするペットショップ。試着台のところに体重計があるんだよね。そこで体重測ってこようか。お洋服も去年から着てるもの、結構ボロボロになってきたから。また新しいの見に行こうか。ね。大河くん。今日は、ダイエット企画第13弾の結果発表の日なんですが、ちょっとその前に一つ、報告というか発表というか宣伝させてください。それは何かというと、実は前々からお話ししていた YouTube ライブ、初めてのYouTube ライブデビューの日が決まりました。日程は今週の土曜日、7月3日土曜日の夜9時から21時からです。もうちょっと早めに始めたいところなんだけど、大河くんちも夜ご飯とかあるからね。ニーニーが寝静まった後のがいいもんね。ニーニー9時ぐらいには寝ちゃうからね。あとは大河くんとママの時間だもんね。大河くんにひづめかみかみしてもらって、ここの場所じゃなくて、大河くんのママの部屋の黄色いソファーの上で、ひづめをかみかみしてもらいながら、三脚でスマホを固定して、大河くんを映しながら雑談ライブ、チャットの皆さんとお話しできるようなライブにしようかなと思ってます。とりあえずは今後のね、ライブの内容とかはまたおいおいかな。まだ何にもわからない状態なので、とりあえずやってみる。ライブテストも通信テストも一回やりましたってご報告したと思うんですが、実はね、もう一回やりました。今度はね、スマホで私ライブ配信するので、ライブ配信がそのままスムーズにできたことは分かったので、1回目で。2回目はライブ配信中に電話が来ちゃったらどうなるのかなって。なんか前にどなたかのライブアーカイブかな、電話が来たので切れちゃいました、すいませんっていうのを見て、電話来たら切れちゃうのかなと思って、それを確認するためにお友達に付き合ってもらってやってみました。2回目はね、朝のね4時半誰も気づいてなかったと思います。何人かに聞いたら
ライブ配信通知届いてなかったよっていうことなので、まあまあ届いちゃった方もいるかもしれないんですけど、そこまで大きくご迷惑は今回はかけなかったかなと思ってます。でそのアーカイブもすぐに消したし、7分ぐらいだったかな、ちょっとおしゃべりして、通信のまたマイクとカメラの状況を見てもらって、でね、その実験結果はやっぱり電話が来たら切れちゃいました。 LINE のメッセージは大丈夫、来てること気づかないですけどね。ただ LINE 電話、通話かけてもらったら落ちちゃいました。それでそのまま終了になったんですけど、やっぱダメでしたね、噂通り。でインターネットで調べて解決策探したんですけど、そしたらね、私のこのスマホ iPhone にはお休みモードというのがあって、お休みモードをまず設定して、すべての通話を通知しないっていうのにすれば、それからはね、もうお休みモードをオンにするだけで電話は鳴らないみたい。着信もメッセージもメールも LINE もすべての通知がね、誰からの通知もオフっていうのが ありました。でそれ設定しておきました。なので次は始めるときにそのお休みモードをオンにしてライブ配信を始めればいいだけ、忘れないようにしなきゃね。そのお休みモードをオンにしてからの、本当にかかってこない、かかってきても通知されないのかっていう実験もちょっとしたかったけど、まあもういいよね、もうテスト2回したし、そのサイトの情報を信じましょう。そんなわけでだいぶね、準備もライブの準備、心構え、心の準備も整ってきました。まだやっぱりドキドキはするけどね、誰も来てくれなかったらどうしようとかね。でもまあ1回目なんで、こんなこと言うと怒られちゃうかもしれないですけど、みんなどんなもんだろうと見には来てくれるんじゃないかな。リアルなお友達にもね、何人か宣伝したし、その人たちが来てくれるんじゃないかな。チャットがね、上手に読めるかな。まずはそこだね、慣れるところだね。大河くん、いい子にしててくれるかな。ワン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 吠えちゃうんじゃないかなとか、いろいろ不安はありますけどね。ひづめのガジガジはそんなに気になんないよね、うるさくないよね。まさにこれ、こういう状態でチャットを読みながらおしゃべりしていこうと思います。楽しみだね、大学。大学も楽しみ。土曜日だよ、今週の土曜日。今日が水曜日だから木金土、あと3日、あと3日後の夜には大学くんライブしてるんだよ。これだけ宣伝しておいてね、うまく通信が開始されなかったらどうしよう。そしたら謝罪動画あげようか、夜中に。ごめんなさいって、できませんでしたって。今までね、テストしたのが朝の4時4時半とか、日本時間で言うと誰もみんな寝てる時間なのでスムーズにいけたかもしれないんですけど、土曜日の21時なんて言ったらどうかね。ライブ配信する人いっぱいいるから、やっぱり日本は日本で回線が集まってるところだから、もしかしたらうまいこと配信開始できないかもしれないよね。当日は一応21時9時からやるっていうことなんですけど、ちょっと10分ぐらい前からチャレンジしてみようか。タイトルつけたりサムネイルつけたりとか、説明もしたりするもんね、確かね。 2,3 分はかかると思うんだ、開始するまでに、入力に。それでスムーズにできなかったら困るもんね。10分ぐらい前から準備、そのライブ配信開始の準備をして、そのままスムーズに開始できるようだったらもう始めちゃおう、ちょっとフライングでね。大学
なので皆さんには土曜日の21時につけたらもう始まってるような状態でお迎えできればいいなと思ってます。そんな感じで宣伝は以上です。それでは本題の今回のメインダイエット企画第13弾の結果発表に行きたいと思います。今回は飲むだけダイエットでした。ゴールドスピルリナとマルチビタミンを飲んでました。スピルリナはね、結構最後の方はしんどくなっちゃった。美味しくなくて、最初のうちは野菜ジュースに混ぜて飲んでたんだけど、もうね、野菜ジュースに混ぜるのもめんどくさくなってきちゃって、野菜ジュースが切れちゃったりとかして直で飲んでたんです。そしたらやっぱ美味しくないね。青汁みたいな、飲みやすい青汁みたいな感じですけど、もうなんかちょっと気持ち悪くなっちゃった。まあ飲んでますけど、頑張って。今日の分まだ飲んでないから、あとで最後の一袋飲んでみます。でやっぱり今回のスピルリナもそうだけど、お通じに効いてる感じはありますね。マルチビタミンはご存知の通りビタミンなので説明というか効果省きますけど、スピルリナの方はね、お通じに効いてる感じがする。どうかな、痩せてるかな。あとね、最近夜ご飯で冷ややっこ食べることが多くて、暑くなってきたからね、冷ややっこがご飯代わりになってて、別に無理してるわけでもないんですけど、夕飯にご飯をあんまり食べないかな。炭水化物が減ってると思う。その分パン食べたり昼間したりはあるんですけど、ご飯、お米の量が減ったかな、食べてる量。なので少し期待できるのではないでしょうか。中間発表の結果は全てにおいて良かったんだよね。全ての筋肉量と皮下脂肪率、場所、部位、全てが良かったんです。今回はどうかな。中間発表はね、いい傾向にあるんだよね。で結果発表でまた悪くなっちゃうの。筋トレも続けてるし、スピルリナでお通じも良かったし、期待できますね今回はね。でちなみに開始時の体重体脂肪、体重が 48.7kg、 体脂肪率が 26.5% でした。これがどう変わってるか、それでは体重測定行ってきます。体重測定終わりました。今回の結果はじゃん、49.1kg。 増えてますね。全然ダメです。増えちゃってるじゃないですか。ちょっと前回開始時の体重が 48.7kg だったので 400g 増えちゃってますね。残念です。炭水化物あんまり食べてないつもりだったんですけど、関係ないね、ダメなんだね。やっぱり結果発表は良くないな。なぜでしょう。全体的に悪くなってる気もするけど、詳細見ていきます。全身の皮下脂肪率が 22.3% 増えてる。 0.2% 増えてる。やっぱり骨格筋率が26.3% 減ってる。やっぱりマイナス 1%。 続きまして両腕の皮下脂肪率が 37.7% 増えてる。 0.2% 増えてる。骨格筋率が 30.5% 減ってる。 0.1% 減ってる。これスタート時と同じぐらいになるんじゃないの、大体。もしかしたら見ていきます。体幹、皮下脂肪率 18.5% 増えてる。 0.3% 増えてる。骨格筋率 21.3% 減ってる。 0.1% 減ってる。
両足、皮下脂肪率 32.4% 増えてる、 0.3% 増えてる。骨格筋率 38.0% で増えてる。これだけいいですね。 0.1% 増えてる。おお、せめてもの救いだ。平均より少なめになってる。少ないにはならなかったね。よかったよかった。足の筋肉だけ少し増えてる。なんかやったかな。あ、公園散歩かな。篠崎公園の散歩、あれが効いてんのかな。全然筋肉痛になんてなってないけど、でもあれぐらいしか思いつかないな。足の筋肉なんて特に力入れて筋トレした覚えもないし、不思議です。それでは体脂肪率見ていきます。じゃん、 26.7% でやっぱり増えてる。 0.2% 増えてますね。まあ体重が増えてればしょうがないか。続きまして、体年齢34歳、これ1歳増えちゃってますね。しょうがない。 BMI が 20.2、基礎代謝が1113キロカロリー、そして最後に内臓脂肪レベルは安定の 3.0。 このような結果になりました今回。いやー、やっぱ体重がね、49キロ台に行くとドキッとしますよね。もう50までのカウントダウンが迫ってるっていう感じがして、今月スタートと中間発表でどちらも48キロ台だったので後半ですけど、ちょっと安心しちゃってたな。49キロ台に行くと少しドキッとします、まあ、このままね、またダイエット企画も続けていこうと思います。来月はねというか明日からダイエット企画というか、ちょっとエクササイズの方に力を入れてやってみようかなと思ってます。今のところね、この体重体脂肪を測って飲むだけダイエットは続けていこうと思うので、また次、再来月8月にやろうと思ってます。それまで楽しみにお待ちくださいませ。本日は宣伝もさせてもらっちゃいましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さん、土曜日の夜9時にライブでお会いしましょう。楽しみにお待ちしてます。ありがとうございました。